はい。ということで、今回は薬剤師国家試験の指導をしている途中で、勝手に辞めたりする受験生、まあ、教え子に思うことについてお話ししていきたいかなと思います。はい。ということで、まあ、5年間ですかね。えー、薬剤師国家試験の指導をしてるんですけど、まあ、その5年間のうちに、まあ、あの、 国家試験の指導をお願いしますって言われて、まあ、教えて合格させてっていうのをしてるんですけど、えー、その中でですね、まあ、やっぱり一定数、まあ、途中でやめちゃったりとかする人も中にはいます、えー、まあそのパターンとか様々あるんですけどやり始めの時に、まあ、この勉強方法を今までやって できた勉強方法があってまあその勉強方法じゃなくて別のものに変えるということで、えーまあ、どうしても変えられないみたいな、まあ、そういったこともあったりとかあとは、まあ、やってって、まあ、もしで点数上がってっても教えてもらわなくても大丈夫だと思って途中でやめちゃったりとかねまあすごいいろいろあるんですけどで 最終的に、まあ、辞めちゃって、国家試験になりました。で、その国家試験落ちちゃって、再度、もう一回教えてくださいという方もいらっしゃいます。はい。で、まあ、含めて、すべて思うことは、まあ、結果的に、まあ、最終的に、まあ、受験生の方が国家試験に合格、 することが、まあ目標の、まあ最終地点ですね。とりあえずこの国家試験攻略メソッドの中では。なんで、まあ教えたりとか指導したりとかを途中でやめたとしても、結果的に国家試験に合格したのであれば、まあその目標に関しては、まあ達成したということになるので、まあ個人的には、 あのまあ、合格してよかったねっていう印象感じなんですけど、えーまあ、ただ、まあ、思うことは、まあ、教えてくださいと言われてで、まあ、この子に合った勉強方法とか、まあ、1年間のスケジュール計画とか、まあ、そういったのをすごく、まあ、皆さんが思う以上に考えてます。はいまあ、結構 えー、時間を使ったりとか、頭を使ったりとか、まあ、じ、すごく、まあ、時間を割いて、計画立ててる中、まあ、途中でやめてしまうと、まあ、その積み重ねで、まあ、合格までたどり着くので、まあ、そこで、まあ、外れてしまって、んで、結果的に、いい方向のベクトルで勉強を続ければ合格、 の確率高くなるんですけど途中でやめちゃうとえー、まあ思ってたベクトルと違う方向に進んでまあ不合格になってしまうっていう確率も高くなるのでまあ個人的に言うとまあ1年間、まあ、合格するまでえー、まあ勉強と見て見てた方がまあいいかなと思うんですがっていうところがえー 表向きですかね。まあ、裏向きとしては、なんだろうね。まあ結構、表向きのことで話した通りに結構時間割いてるんですよ。私的にね。で、まあ結構、あの皆さん知ってるかもしれないんですけど、なかなか私、忙しいんですね。はい。忙しくて、まあ結構な人数の教え子もいますし、まあその、 えー、国家試験攻略メソッドとか、薬学部攻略予備校とか、そっち系の、えー、現役生とか、国士の受験生の方も、もちろん見てるし、ただそれは一つの面だけであって、他のこともいろいろやってるんですね。えー、まあ、病院薬剤師の仕事もそうだし、まあ、音楽の仕事だったりとかもあるし、あと、YouTube 上とかもあったりするし、 あとは、まあ、論文だとか、ま、いろいろやってて、まあ、なかなか、時間結構、詰め詰めなんですね。<laughs> なので、途中でやめちゃったりとか、そういった話を聞いたりすると、あと、なかなか連絡来なかったりとか、したりすると、なかなか、テンションが下がる感じなので、 うん、まあね。まあでも一定数いるよねっていうのは思うんですが、うん、まあそんな感じでございますね。うんまあ、テンションも下がるし、なんだよって思う感じわかりますまあそんな、まあその人の最大の、えー、結果っていうことは出ないので、なので、まあすげえ真剣にやってるんですね。なので、 えーまあ、応募とかしてくる方はそれもちゃんと考えて連絡してきてくださいはい相手の気持ちも考える確かに、えー、受験勉強ですごい一生懸命で大変っていうのもわかるんだけれど相手の気持ちを考えてねやるっていうことも今後薬剤師になって大切なことなのでまあプラスえー まあこういった教えたりするのって無料で無償でやっております。なので、えーまあ、私の時間を無償でやってるっていう感じなので、まあ、そういったのも考えつつ大人の考えをちゃんと持ちつ,つ持ちつつ、えー、声をかけてってください。まあ、そんな感じでなんかやっぱり愚痴っぽいな。 そんな感じで、それでは。薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は、無償で運営しているため続けていくためには、皆様のご協力が必要です。 YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。